山広のピカイチラジオ。さあ、金曜日の夜、やってまいりました。こんばんは、山広です。こんばんは、吉本新喜劇のすっちです。こんばんは、アナウンサーの古川恵子です。あれからまで一週間経ちましたけど、はい、はい、皆さん、おかわりございませんか。はい、そうですね。はい、まあ、雨が多いなあいうぐらい、ね。一、まあ、週間ずっ,、うん、ずっと、ですずっと。ほんまにも降り方がすごい。えらい。えねえ、また今週も被害にね、遭われているところもあって、はい、お悔<え>申し上げますけれども。はい、あの。 えとコロナのワクチンに関して言うと、はいえー、スッチーが一番早かったのかな 2>,、はい、2回目打ったの。古川さん、はい、だこの番組でもどんな状況やったかっ、はい、打った後のはいのそれに続いて今週の月曜日に私が2回目の接種をしましたので。 やっぱ報告もしてておかななきゃなっていう、はい、報告方々お話をさせていただこうと、はい、でもちろんあの3人の中ではグループラインがあって売った日の、はい、え夜はちゃんとお二人には報告軽くして、はい、その後もう何も言ってないので,で、ね、きっちりと言うとかなあかんなっていうふうに思うんですけれど本題に入る前にですね、はい、あのこの1週間の中で起きた出来事を お、お伝えした、いこれは、まあ、お二人も全然言ってないことなんですけど。あの、何かあったっていうのだけは、聞いてるので。オンエアで言うわって。うん。ああまりにも。みんなで、てこれは、悲しい出来事が。個人的にね。皆さんにとっては、どうってことないですよ、んな。どうってことない、って別に聞かんでも。いや、ちょっと待って。これは、言うときたいのよ。わかりました。わかりました。聞きましょう。 いやあのー、先週かな蘭ちゃんがまたなんかしでかして「大変な状況になってないでしょうね」って本番前にメールで「うんはい、大丈夫やで」って返したけどでもそんな話をなんか聞きたい自分がいるみたいなねいうくだりがありましたけどこの夏私59歳山本博之は、はいあのー、まずなんてい不用意というか、はい、浅はかな行動が、うん、うん 体の変調をきたしたしというかほうほう 1>, 1回目は炎天下の中に掃除して、うん、ゴルフの練習行って、うん、その日の夜熱中症になるっていうのたこれが一発目でも二発,発目も覚えてないわどっちが先か <laughs> もう一つは <laughs> もう一つは足長鉢、はいまあ、僕とはもう長い間 敵対関係にあるんですけど子どもの頃からまだこの方が残ってる残ってますね赤いちょっと紫がかったこれ薬を混ぜたシールみたいな今処方してくれるんですこれ貼っといたらだんだん薄くなっていくって言われてやってるんですけどこの季節ちょっと動いたら汗ばんでそのシールも取れちゃうんで をだからこれもまだ痛々しく残ってるんですけどその2つとも言ってみたら私の本当になんていうのかなもうええ年してそうですね防げるといえば防げいらんことするからや言われることねその通りですわじっとしてりゃええのにってこれね8月も中旬になってね2度あることは3度あるって言うじゃないですか何でも。はい 気をつけようと思っていました。はい、その二つの事件以降、もういらんこと専用、いらんこと専用にもうちょっとそういう慎重にならなあかんって考えてたんですよ。もう最後の最後にえらいね。ええ、何？もうその二つ。これはぜひ聞てほしい。あのね、先週の金曜日、あこれ放送金曜日ですけど。 まあ木曜日に収録してますやんか。で金曜日ゴルフの予定入れてたんですよ。もう予報は雨ですわ。だからこれまでランちゃんがラインで絶対雨ですわあの子はね一辺ねちょっと戦争せなー開けませんで。ほんまにふっかけてきますね。なんにもと言うねと思いながらただねまあ奈良三重とトの健左海。 大阪とかに今府県またぎで行くのもあかんなとそういうのは自重してて県内やったらいいかなとでたまたま金曜日は雨降らなかったそうでしたっけ厳密に言うと早朝から昼過ぎぐらいまでは降っても大したことなかったんでゴルフは楽しめたんです普通にだからよくレインウェアとか着てやりますけどそれは着ずに普通の格好でできたんですよ ただその二か二度あることは三度あるじゃないけど、その前の日と前の前の日に二日連続して夢見て、あのいつもスポーツカー乗ってるんですけど、そのスポーツカーを擦る夢見たんですよ。これ嫌でしょ。二日連続やから。ああいうのと夢やけど結構感触残りますよね。残るわかるわかるあれね。グギギってやつ。しかも右のフェンダー前。同じとこやね。 つか続けてこれはやめようとちょっと大きめやから車が雨降っても嫌やし視界が悪くなったらまた同じような方でも嫌やなと思ってもう一個の晩ねそれだったら割と見通しもきくし窓も大きいしこれで行こうと思ってそれって行きました雨も大したことないゴルフ終わってお風呂入ってる時にザーッと雨が来たんですゴルフ場のお風呂で。 あよかったな」って一緒に回った人と言って「うん、早めにスタートしてよかったよかった」って「れ、うん、じゃあねお疲れさんまた行こうな」って言って車乗ってしばらくしたら「うわ」ってまた降ってきたの<ー>これはもうえげつない目、うん、あかんあかんこれもう車のことは気付けて今日てきてるから「うん、あかんでゆっくり帰ろう」と思って、うん、本当に法定速度をきっちり守って、うん、まあいつも守ってますけど <laughs> <laughs> 全くオーバーすることな、うん、い。 で運転しながらいるを考えるんですよ昨日の,あのラジオのね収録の時に「うん、あ雨が続いてますよね」って軽く言ったけど、うん、被害も出てるし、うん、今もこんな降ってると、うん、やっぱり そういういい天気ののこととをしゃべるのは生放送でないとあかんなと、ねうん、前の日に言ってたらもう次の日昼間はあ降ってるやんか、うん、普通やったら生放送で「大変やった!」って言わなあかんところがあっさり言い過ぎてたなて、うんうん、これからはちょっと発言も気をつけなあかんなとかいろいろ考えてて、うん、1> で1時間かけて家帰ったんですよ。うん、何もなかったんですよかったわと思って。うん、であの家に着きました で家の前に着いてもうそ,んどそれも浅はかなんですけどね、うん、キャディバッグ乗っけてるじゃないですか、はいえー、いつもは車から出して僕もう家の中入れちゃうんですよキャディバッグは、うん、車には入れとかないんですよ、うん、でも雨すごいからそ,その時だけキャディバッグ積んでたらよかったんですけど何やろなんか魔が差して、うん、大丈夫やろって思って、うん、で 玄関いうかのの前に横付けしてそバンの車っていうのはスライド式のドアなのでそのドアを門扉に横付けしてそれで運転席から降りてガラガラと開けてで門扉も開けてでキャディバッグスタッと取ってまず玄関先まで持っていくんですでうちの豪邸は門扉からエントランスというか玄関のドアまで3段。 あの階段がああります普通の階段ですけど3、うん、段登ったところは日差しがあるんで、うん、もう濡れないんですよ。でキャディバッグ持ってバッとかきかえ上がってボンって置りたんですよ、はい、よしよしとあんまりキャディバッグも濡れなかった、うん、であとは車を入れるだけやなと思って、うん、バッと降りてさあと思った瞬間もうあの。 デッキシューズってうんですかねしかもゴムでないデッキシューズでこれが3段の階段タイル状になってる階段でステッてまずこけ何の摩擦もないでしょ何の摩擦もないですよスワって行っちゃって前に前のめりにもう氷の上みたいな感じそうほんま足がそのまま滑る感じこっちも気がせいて早く車に乗ろうと思ってたから余計ねエンンジかかってるし 左足ずわー滑った、うん、あかんと思ってモンピがあったからモンピを持とうと思ったんやけど右も滑って、うん、でまずモンピでガーンと打ったんで痛いからまた体が前に行ったらスライドのドア開けたその車のドアに右の顔を <laughs> 思いっきりガーン ね、足もベターンとこう地面に打ちつけて、はいはい、もう何があんだ、何なんこれ。<laughs> <laughs> <laughs> 雨ザー降ってるやんそうでした雨でししたた雨ね唯一救いはモンピとも <laughs> モンピの毎日やけどそこ車で塞いでるから目撃者は多分誰もいないと思うんですけど <laughs> な見えてないと信じてんねんけどあられもない姿らであれで右のね耳今はもう普通になってますけど。ああ もう紫色にれ上がる <laughs> ほんでその耳の上も売ってるから <laughs> あ<ー>あのちょっとでこタンコぶもできたのと頭の奥芯のところもガーンってドアにぶつけて<ー>一番かっこ悪い,いのが白のズボン履いてたんですけど、はい、その,あのなんていうのすね、えー、のすぐ下を。

それも実際見てても僕笑いせうやね。チー見ても。やば。チてるよ。や笑うとか久しぶりに本気で笑いました。あも今もうほんまに浮かんだんですよ。動画でね。はい。そんなんです。で右の鎖骨もえ青タンができててやっと収まりました。あのシップ毎日貼ったから貼り替えたから。それ以外にももうて手首。 もう右ものと左の手首そのとっさになんとか作ろうと思ったんですよ自分をこけ、うんようにそれが余計傷を深くしたみたいで、うん、もう打ちつけてしまって、うん、そのまますごすご <laughs> 車、ま、も,うせもう濡れてるやん、うん、普通に閉めてドアを、うん、で車車庫床入れてずぶ、えー、濡れや <laughs> 膝ざ忘れ見て血出てる、うん、耳腫れてる。うんうん もう嫁笑ったわ <laughs> いや笑うでしょう写真撮ってほしかったわ <laughs>、うん、ツルツルのやつ <laughs> こんな痛いの久しぶりやなっていう感じで<ー>いやーもうほんまあのツルツルの石に水ついたとこ踏んだらもう終わりもうあれなんぼ運動神経いい人でも無理やと思います絶対無理やわもう やってもたわ、三、うん、つ目。だから、気付けて。<や>はだ今回に関しては、慎重な行動をね、朝から。こう、車も変えたし、うん、ちゃんとやってて、うん、全部ちゃんとやってて、僕は。うん、最高の最後、最高。 家入るとこで家、ね、入るもところで <laughs> いやほんまね雨の時ってね、うん、何後から思ったらそういう出来事があった後って、うん、いや濡れるぐらい何が嫌やってん、うん、と思うじゃないですかそうやねなんか傘させばいいのにうん、うん、ちょっと止めてそのコンビニの駐車場で、うん、コンビニ入るまでの数メートルもうパパッと走ろうって思うじゃないですかそう その間ってねやっぱりねちょっと注意力さ万になってるというかめっちゃさ万になってる、うんね、その瞬間だ危ないですよねもう目的地に向かって行くことしか考えてないから、うんうん、その間滑るとか、うん、そういう要素を全部排除してしまってる行生、うん、き慣れたとこでもね晴れの時と全然違いますもん、ね、それこそ靴の裏とかね金属の上とかめっちゃ滑りますもんね。自分の家の家やで <laughs> 毎日通 <laughs> ってるとこや。雨の日も通ってた。ってたなんというかね、ほんまにね、うん、あのー。濡れた段ボールとかでも、足持ってかれますしね。そこポンとこう踏ん張って、踏んじゃうと。<ー>そう。うん、でも、慎重な人は、やっぱりせえへんはそんなこと。考えたらね。ねだから、一昨日散髪行ったんよ。うん、いつもの。ね、カットしてくれる人やん。うん、何気に耳たぶを。キュッ 持って「うわ!」とか言ってその瞬間え何何?」とか言って「いやいや大丈夫ですすいません僕勝手に打てるだけです」とかって言ったりとかで注射打ったでしょ予防接種ねワクチン左腕に打ったんですよ。やっぱり重いから痛いっていうか。 寝るときね、僕はあの右の方向けて、だから左の腕は上げて寝るんです。で、うん、左痛いからあのなんていうかなあそうそう左上げるんですよ。よ、うん、だから左はあのちょうどいいです、ね、ちょうどいいですちょうどいいんですよ。うん、だけど。 耳に <laughs> 耳耳これ大変やこれどっち取るか枕に耳取るか真上しかないわ真上しかないけど真上に寝る天井向かって寝ると寝られないのよ。 です僕はもうまっすぐ上向いてそのまま起きる、はあ、でたまにちょっと横ちょ向いて寝る時あるんですけどそのワクチンの時はやっぱり左側下にちょっとしようかなかった痛っって思ったから痛忘れて,ても左下にしたみたあ,そうやってあなる、ね、そうか上で向いて寝るのは寝られへん。<laughs> 右向いて寝たら耳の耳が痛い左ワクチン左ワクチン腕痛いうつ伏せしかないです一番はそん赤ちほらもうだからもうね本題に入る前にねえらいことしでかしたらと思っていやほんまちょっと濡れりゃいい話ですよね慎重に慎重にならない乾くのに濡れた濡れるだけやったら乾くもんなはい 雨はね。リスナーの皆さんも気をつけた方がいいよ。普通ね。あの靴危ない。雨の日はあかんね。う分かってて半分でも白のパンツ履いてるから白のデッキシューズやったら、まあまあコーディネートできてるからこれにしようってね。ま言ってもそんなに歩かないやん。車で行くから大丈夫やろうと思った。最後の最後にそれが待ってたんってな で,このでもまあその何でしょうね、うん、もっと大怪我になる可能性もあったわけじゃないですかそれこそ真、ね、正面から顔売ってたりとかかいやほんま、うん、そうならんかっただけでもだ、ね、うんそんだけ冷静に文筆を持とうとしたでも売、うん、ったほんで足があって、うん、冷静にちゃんとその,その時分かったんですね。あのね スローモーションね。<laughs> うん、ああいうなんか怪我する時ってスローモーションだよね。ありますね。<う>はい。かおかしいよね。私ももっと些細なことですけど、うん、電車乗ってて急ブレーキかかって何も持たずに立ってたんですよ。うんはい、で、ああって思ってガクガクってきて吊り革五つ分ぐらいこう。 つかめなかったんですよ。五つ目ぐらいでやっとつかんでこけずに済んだんですけど、スローモーションです。一個目、はい、二個目みたいな。シフトいら自分ん。あそんな給水みたいな。そうそうそう。使った。これ使まへんかったら、私、このみんなを見てる真ん中でこけるって思って。せーの、おもろいで、古川恵子が五つ。五つ目で。五ついったね。スローモーション。スローモーション。 今ま、ね、で見た限り特にどこがどうってこともないうもう今日で6日目ですからねいやそれでもねあ、まあ、まあまあまあ今ここで生きて、まあ、それとけがした瞬間 喋れると思った <laughs> ネ,ネタできた <laughs> いやほんまは8月中にどうしても話せなあかんネタがあんねんけどこれまた今日も喋れませんでした <laughs> <ん>だから次回27日やから必ず喋ろうと思ってますけどね,、はい、ねあのまた今日も話せませんでしたけど、はい、まあ皆さん気をつけてください僕はこの夏3つ目やっちゃいましたっていう、はいでまあ、肝心の本肝心のそうは白人の方は、はいえっと、ちらっとお送りしましたけど、はい、もう ずっと三十六度五分でした。じゃあもう時時決定ですよもう僕は早うからも出してましたけどね。私失礼やったなあのメールは時時です。夜まで待つかと思ったら夕方ぐらいにもう決定出てましたね。夕方ぐらいにあこれで時時確定とか言って。いやいやフルさん十二時間後に出てんで。そうそう。スッチは高熱。でフルさんは高熱とまではいかへんけど二回出た。んいは一回収まった。次の日とね。 僕はまだ10時間も経ってないので夕方ぐらいの段階でもね、はい、もう確定でいいかなというので <laughs>、えっと、3時間おきに測りましたね、はい、3時間おきに測って自分の、えー、ワクチン日記と題したとこにありますだから23時30分お二人に来院した後すぐ寝た <laughs> そこから伝えてないんで、はいえー、よく日付が変わって1時30分 目が覚めたたら体全体全に倦怠感それはあったんです、うん、実際、うんうん、これやと思って検温したら36度5分、うんえー、で、えー、検温器が壊れてるのかなともう一度検温したら35度8分、うんうん、で6時30分3時もあったんですけど6時30分も気象検温36度5分9時30分検温36度5分、うん 15時30分も書いてるわ。検温36度5分。綺麗ですね。次の日の、えー、夜8時検温36度3分、うん。最後の検温でパッとじじい出てなかったっすか <laughs> <laughs> そんなあの体温計はくれ <laughs> <laughs> いや。でもいいですやん。その熱伝かったっていうのは別にいいことですし。逆にね。うん、ちょっとちょっとだけ、うん、いやいやで副反応なんでそんな、うん、でもちょっとだけ仲間入りしたいやん。 なんとなく分からんでもないですけどまあまあまあ全く何もないってみんながみんなね熱るもんでもないですしそうですかスッチにも言われうちの子供たちにももうじじいかみんなそうやって LINE してくるというねまあまあ副反応はなかったというだからワクチンに関しては何のんていうんですかねこんな大変やったっていうお二人ほどの話は何にもないんですけど。 まあそれに変わる変わるっていうかね。二千耳鏡だ。って耳鏡だ。耳鏡あんないとまだここ痛いもこの耳たぶの上の方。痛いもさぐっとつねったらほんまに痛い。やろうか今日も慎重に参りましょう。慎重にやるよ。はい。あの特にねゴルフもやってるでしょ。グリーンの上でパターするときは。 慎重そして大胆になれと、うん、横綱のように、うんうん、もうちょっとしたことで慌てたり声出したりするなっていうのが極意なんですよこれはパターンの極意なんですよ、うん、僕に出す性格は一番パターンに向いてないんですけど、うん、そ,それを今あのちょっとずつ 自分の中で変えていってますから。うん、横綱になる。横綱になるじゃ、うん。このラジオも残り四十パーありますけど、うん、こ慎重にありますよ。<laughs> <laughs> これちょっと皆さん肝に銘じて。<laughs> <laughs> 行きたいと思います自分に聞かせてね山広のピカイチラジオです、はい、それでは告知事項があったら古川さんよろしくお願いいたしますいな、はい、各コーナー今日もございます <laughs> 怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した新たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブ今週はあの先週ね人生の先輩から七十を過ぎてもう一度目覚めた話を聞きまして、はい、し半年かけ、ね 鍛錬の神に、はいうん、ちょっと教えてよというね、はい、どんな鍛錬をするのかという皆様からの情報もお待ちつしつつしそうすごい技術ね、はい、あの匠の技術なんかも教えてしい <laughs> 匠の技術ね,、はい、ね教えていただきたいですえ何だっけあのスッチが言ってた触り方にもちょっと匠があるとかあると思います本当にミリ単位でだかあの指の圧をどれだけかけるとか、はい、そう ほんまにあの町工場のすごい職人さんとかってもう触っただけで、うん、あ削り方金属の削り方あ,あともうコンマ何,何ミリとか言うよね、うん、それでそのカンナの,、うん、あの必ずしで刃をこうコンコンコンと出したりするや、はい、それで変えるもんね、うん、触った後、うん、なんでいやもうこれは感覚やみたいなあるじゃないですかそ,す、ね、そんなんず対。 あるはず僕ねワクチン打ってからね <laughs> 月曜日打ってからね皮つ、はい、いておとなしくしてたんですよ、はい、それこそゴルフの練習もせんと、はい、暇でしょ、うん、テレビ見ながら左手の指で右手をこうサッサッしてたもん <laughs> <laughs> 気持ち悪 <laughs> 気持ち悪 <laughs> えこれはちょっと怖 <laughs> 圧強いなとか怖あ怖 <laughs> 見てられへん <laughs> で見せるためにやってた自分でやってたからええやんこ,こういうことでしょ 自分の手首の内側ねどのぐらいの圧やったら気持ちいいかないや、ね、スッチ今やらんでよ <laughs> <laughs> まあそんな練習の話、<laughs> そしてう、う初、ん、々、ね、しい恋の話、ね、お待ちしております。そして、ピカイチ価値観調査、これどやねんでは、皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください。はい、私たち3人はどう思うかお答えいたします。メッセージをご紹介した方には、薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージ入りオカードをプレゼントしています。 送ってこられると何かと困るという方は辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください、はい、メッセージの宛先はメールの方は山 m b s 1 com, 1 7 9 c o m y a m a m b s 1 1 7 9 c o m ファックスは大阪066809-9090 大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九公式フェイスブックも見てみてください。爪の端でずっとなんかやってます？大丈夫ですか？え？練習してました？いやあのこれは <laughs> スチー今するんだよだからこれはただただいやいや指と指合わせてみよう先を。 いや別になんか目の端で動いてない技術を鍛錬してるんじゃなく会わした時にな、はい、ちょっとずらすねんほんと <laughs> 気持ちいいやろ <laughs> 気持ち悪い気持ちいいやろ言われてます、えー、皆さんのメッセージお待ちしております <laughs> <laughs> 怒りの投稿を街中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます。イコマのブリパパさんが見つけたモンスターですはい 小倉に出張に行った時のことです地元の営業の方と打ち合わせをしたいので静かな場所を探していたところ駅の近くのビルの中に昔ながらの喫茶店を見つけて入りましたしかし入っても誰も出てきません、うん、すみませんと声をかけたのですが返事がありません、うん、もう一度少し大きな声ですみませんと言ったら奥から 80代くらいのおばあちゃんがよたよたと出てきました、うん、その姿を見た途端吹き出しそうになりました、うん、志村健さんがコントで演じているメガネをかけたおばあちゃんそっくりなのです2、うんうん、二人ですがいいですかと聞くとはいはいどうぞとまた奥に引っ込んでしまいました<う>とりあえずテーブル席に座りコーヒーを頼もうと思い再度おばあちゃんに声をかけたところはいはいと返事したので大きな声で ホットコーヒーを2つお願いしますと注文して打ち合わせを始めました、うん、ほどなくして奥からお盆の上にコーヒーを乗せたおばあちゃんが登場よたよた歩きなのでなかなかテーブルまでたどり着きません、うん、やっとテーブルにつきお盆の上のコーヒーを見たら半分以上こぼれていました <laughs> これまたコントと一緒私は笑ってこれはあかんでと言ったらおばあちゃんは おかわり自由ですので私たちは大爆笑小倉のおばちゃん恐るべしでしたなかなかですねなんかほのぼのしたモンスターですねそうですねはい、ね。それがちゃんと笑えるという余裕ねはいこっちもねこうじゃないとダメですよねだから自然体やったんちゃいますかおばあちゃんもなかなか これ志村けんさんがおばあちゃんの役やったりあるいはギャグができた瞬間っていうのは誰かモデルがいるって言ってましたね。んか言ってましたねお店のあれ何ばあちゃんでしたっけあ、瞳ばあちゃんやほんまにいらっしゃるみたいな。ってでできたんすって言ってましたからこううい人は ありがたい存在ですよ。そうですね。うん。まあ一般のお客さんからあるんですけど、なんか見てそっからキャラクターにのそのヒントになるのはもう多々あります。あ、やっぱあります。はい。もうスチコさんも元々はもう今ではもう全然喋り方変わっちゃいましたけど、もともとは吉本のあの女性社員の方、女性社員ですの真似をしてて、だんだんそっから。 舞台で周りとこう絡む時にはもうちょっとスピード上げななとか、はあ、うん、女優さんじゃなくって、はい、社員の方ですか。そうです。へー、その人の真似してるうちにだんだん。うん あのスタイルになっていったというかおかっぱ頭な感じが見た目は全然違います喋り方とか喋り方の雰囲気というかそういうものが元々ですよだからもう今からすると全然違うんですけどはい。だいぶデフォルメされていってるわけですね元をたどればそこやったりするその人は知ってるの知らないですその人は今はいるのもういらっしゃらないですあはもし もし仮にこれ聞いてたとしても自分が元の材料やってるとは思わないと思いますあらまあ面白いですね変わった人でしたもう本当にもうテレビラジオで喋られへんこといっぱいある変わって変わって言動が本当にもうやってることがむちゃくちゃやなっていうほんま喋られへんことばっかりでしたあそうだから真似しようと思う真似して色いやねそういうキャラクターの人って はあ、そこからです。へえ、モデルがいらっしゃったんですね。ですね。だからこのコクにもし芸人さんとか行って、ね人と出会ったってのはもうね、ねえ、こぼれてますよ。おかわり自由ですよ。最高の会社いい話ですね。ありがとう。まあまああのほのぼのしたモンスター情報でしたね。商売にはなってないと思いますけどね。ね 西の宮の真広のおかんさんが見つけたモンスターです、はい、最近ずっと雨ですね、うん、朝の出勤時土砂降りであることも多く歩くと20分ぐらいなのですが最寄り駅までバスで向かうことが増えましたはい、はい、そのバスの中での出来事、うん、最寄り駅が終点みんなバスを降ります、うん、雨の日はきっと普段乗らない人も乗るでしょう、うん バスを降りる順番待ち料金は後払いです<ー>私の前に学生さんが並んでいましたさあ次は私の番と思っているとなかなか前に進みません、うん、学生さんは両替をしていましたなるほどと思っていましたがまだ進みません、うん 両替えした小銭を数えて必要なだけ取って残りの小銭を財布にしまって財布をカバンに入れてからやっと料金金箱へお金を入れました。はあ、私も多少はイラッとしましたが普段乗らないなら仕方ないと思っていると私の後ろに並んでいたおっさんがその学生さんに聞こえるか聞こえないかぐらいの声で「早せいや」。 何しとんねんというのです、うん、私からすればそのおっさんがモンスター、うん、このコロナ禍ディスタンスが保てないバスの中でピッチリ後ろに並び私を挟んで文句を言うおっさんはっきり聞こえるように言う方がまだいいですよ聞こえるか聞こえないかぐらいの声で相手は学生さんにです、うん、みっともない朝のラッシュで焦ってるんでしょうかだったら時間に余裕を持って行動しろうん、うん、朝から不快なおっさんでした <laughs> その通りですね。余裕や余裕持って行動したら何の事件にもなってないこと。<laughs> なそうやね。ずっとそうや。やその点のもうね。ほんまそうや。うバスは余計ですよ。バスたまに使いますけど、あのそのまま来ないのが当たり前と思わんそうね。時ね、時間通りにはね。電車はレールの上だけやけど、バスは。 その走ってる間に信号もあればその前の車が渋滞してるとかであるんでねその両替のこうで時間がかかってるかもしれんけどひょっとしたらもっと前の段階で遅れてる可能性もあるわけですから余裕ですよ言ったらあかんのかなバスでもバスによってその払い方とか違うから知らんバス乗るとねドキドキしますねするあの 乗車も前から乗るのか真ん中後ろね先払うのか後なんか全然システム違いますから40年ぐらい前学生時代東京行ってら恥かいたもんな前からやとばっかり思ってたら開けてくれへんねん3人でどん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 前食べ前で「乗せてえな乗せてえな」とかって「後ろ開いてるよ」冷たいな言い方が普通に言ってはんねんけど 乗ってから恥ずかしかったけどね乗客みんな見てるしなんでミニやろ見るなよと思うけどさ関西弁きつかったもん僕ら多分声も大きいしね余計目立ったと思うね。気をつけよ余裕や全ては余裕が大事ですよもう一人いきましょうかひょうたんからぞうさんが見つけたモンスターですはい スーパー銭湯に行きました。用意していなかったので、タオルと小さな固形石鹸、シャンプーが入った手ぶらセットで入りました。あるんですね、そういうのがね。うんうん、最初に体を洗うために固形石鹸を使い、斜め前くらいに置いて体を洗っていると、うん、おっさんがスーッと来てその石鹸を持ってきました。えー <laughs> 確かに使った後なのでもういらなかったのですがこのご時世人が使ったものを触るのもどうかと思う反面石鹸だから消毒できてるかなと思ったりなんとなく複雑な気分になりましたなかなかやなそれは分かってたんですかねその手ぶらセットの石鹸やって。いやお置き引きですよそんなもんほ今度は核侵犯ってことそうちゃいますえ、もうそれはみんなのもんやったそのおっちゃん思ったんじゃないの置いてある共有石鹸そう思んか ちっちゃいですよね、多分ね。ちっちゃいと。ホテルに置いてあるようなあれでしょそうそう、薄っぺらいやつ。だいたいなんとかセットっていうのは、そういう石鹸ですよね。ちっちゃい。ビスケットぐらいのね。ビスケット。はい。ええ、じゃ、ビスケットは持たんかな。今度は食べるやろ。あ、あ、ホーム、それはあかでも、あれなスーパーセントってよういかんのよね。あ、そうなんですか。うん、数パーセントいくと、やっぱりなんか。ちょっと。 顔さすなっていう、まあ、一人ではいかんかな一人で、で、だから、一人用意。じゃ、誰かと一緒やったら。なるほあの、街の銭湯は。全然普通に入るんですよ。なぜかというと、そこはもう生活のゆうやから。みんな別に誰を見るじゃなくて。もう使って、あろうて。で、出るっていう。だけの。スーパーセンター、ちょっとレジャーで。うん。来てるからね。ちょっと、それ、用意感。ね めっちゃ行きたいとこいっぱいあんねんけど <laughs> 楽しいですよいろいろあるしね、うん、なんとかサウナとかねか岩盤浴とかね岩盤浴とか、うん、岩盤浴もあれなんか岩盤やからええんやろうけど仰向けになってタオルかけへんやついるやん あ確かにね、<laughs> もう丸出しのやつね。丸出し、せめて、うん、なんていうの、自分の下半身の、まあ、あの辺だけはかけとけよ丸出しで、あ <laughs> あ、そら、出し張るわっていうのやったらいいんですけど、<ー><ー>ようお前、出しとんな。<laughs> そういうことね、立派かどうかってことそうよう、よう、それ、堂々と。 俺っそれやったら女と男の市川君は別にそんなでもないのに出してたでああそのタイプね丸出しちゃったよ <laughs>、はい、俺よう出すなあさすがっていうのはあるじゃないですか <laughs> なんかもうすごいなってみんなの視線集めるようなね <laughs> それはわざといやもうそれはもういいと思います見せてんのかな見せていただいて <laughs>、うん、でう周りもおおさすがねみたいな でもようお前もうなんやねんもうくちゃくちゃっとなっとるやないかみたいなそれが基準もう出せえのと紙くずみたいやないかっていうのもあるじゃないですか紙くずくちゃくちゃくちゃっともうええ存在感ゼロやんよう出すなあいうあんまりちょっと気ぃつけてほしいね公共の場なんでねうちが堂々としちゃったなあいつもうん <laughs> さ、え何お前よく普通なんか来て入るとこしか行ったことないなあんねん<ー>結構<ー>屋外とかにも<ー>その行きたいねんけど一<ー>人で多いかんね,んよね <laughs> え、皆さんもいろんなところで出てきましたモンスター情報をどんどん教えていただきたいと思いますさ、今日の一曲ですけれどジャニス・イアン聞いたことあると思うんですけどジャニス・イアンといえばラブ・イズ・ブラインドっていうのはもう大昔大ヒットしました ああ、そう、知らん、それも知らん。聞いたらわかる。ラブイズブライン。ラブイズブライン。本物の聞かないとわからないです。いや、今日はラブイズブラインの書けないんです。ああ、そう。ええ。後、あの、復活の日って、今、小松左京さんの。あの、作品が、コロナで、また改めて認識されてますけど。映画復活の日の、えっと、テーマソングっていうか、曲でも。ジャニスイヤーの曲が、使われたりして。日本にも馴染みの方なんですよ。その人が、完全に、これ、ストリクトリーソロって言って、全部。 プロデュースからあるいはそのギター1本でジャニス・イアンだけ1人ギター1本で弾きながら歌歌ってるっていう自分の作品を<ー>昔の曲とかを集めたアルバムが5年もっと前かもっともっと前かなあの出てるんですよ。でその中に「ソサイティ・チャイルド」っていうこれデビュー曲なんですジャニス・イアンの。 道ならの恋っていうか当時のアメリカ社会ではタブーとされてて、うん、それをデビュー曲で発表した10代のジャニース・イアンに対して発売禁止になってるんですよ。<ー>で発禁になってるのに、うん、チャートどん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 上がっていくんですよ。でける人がいて<ー><ー>でグラミンー賞候補になってノミネートもされたんかな。うん、なんせすごい天才少女やって言われたのがこのジャニース・イアンのソタイ「ソサイティーズ・チャイルド」っていう曲なんですけど、うん、それを。 ご自身がギター一本でカバーしている,るので、うん、今日はそれを聞いてください、うん、山本社交クラブさあ行きましょう続報がというかお返事が来ております<お>先週ご紹介した小さい夢と書いてさゆめさんさゆめさん、はい、早速今週初めてお聞きの方のために、はい、71歳の時の同窓会で再開して、うん すぐ仲良くなり、八年、もうすぐ八十歳のお二人でございます。それぞれ配偶者がありながらでございます。はい、十年以上なかったのに、鍛錬に鍛錬を重ね。今は月二回、ホテルデートをしている。そして、毎日フェイスタイムで。 向こうの奥様がお風呂に入っている間におしゃべりをしている。昨日乗ってね。ね。というお二人にどんな鍛錬をしたのでしょうか。半年かけたって言ってましたね。書いてありました。だって僕クオカードに変えたもん。半年、鍛錬に鍛錬を重ね、半年がかりで軌道に乗せました。そうですね。教えてって書いてるけど、もう来てねや。来ました。ご紹介します。ありがとうございます。 お三人さん、こんばんは。さゆめです。おお、うん、軽いな。<laughs> 鍛錬に興味を持っていただけてある。嬉しいです。はい、ありがとうございました。鍛錬ですが、うん、お互いそれぞれで行いました。うん、鍛えたと言っても、おじいさん、おばあさんですから、簡単なことです。<ー>彼は。その手の動画を見て。 毎晩奮い立たせたと言っていました<ー>その上黒ニンニクを食べたり栄養剤を飲んだりもしているそう <laughs> 黒ニンニクい。<laughs> 私の方はそれまで運動を全然していませんでしたので、うん、一番肝心な足すら思うように開きませんでした、うん、それで足に重点を置きました、うん、毎晩え毎日朝晩 お相撲さんのされる思考ふみをしました<ー>腰を丈夫にするスクワットも行いましたすごいひたすら忘れないで朝晩頑張りました、えー、今は二人とも鍛錬をしなくて大丈夫ですが体が退化しないようにそれぞれジムに行って運動はしています、うん、鍛錬については以上です素晴らしいですねほんまに鍛錬でしたねほんまの鍛錬やね本当には,は,はい 特にさゆめさんの方は朝晩の四股と四股踏み四股踏みとスクワットそう,そういう基本的なとこなんやねうんそうかそれがないとまず股関節が、ね、股関節年とともに硬くなっておりますからそりゃ、はい、それ鍛錬することで それも日々、ほら開開脚もね、ああ本気で練習する180度開くって言うじゃないですか。うん、ねお年いった方でも、うん、そんな本も出てましたよ、ねうん。うん、すごいな、それ実践してる人がすごいよ。い,いや今事務でしょ。はい。うん、いやだからこの間ね楽屋でもそんな話したんですけど、やっぱりその。 エロくないと長生きできで、うん、<て>るほどなってうん、うん、エロい気持ちがあるからそうこういうことにつながるわけやもんね、うん、そうだからエロくないとあかんなーっていう話をしてたら、うん、清水健治さんに「うん、いやでもエロいジジイに人ついてくる?」って言われて、うん「嫌 <laughs> じゃない」ずっとエロいジジイ嫌、うん、や,やわ」って言われてちょっとだけあ そうかもしれないや僕それはちょっと反論というか清水さんと直接話してみたいぐらいですけどそれはだからついてこない人は絶対ついてこないですだって気持ち悪いもん。でもこうやってもう10年近く一緒にいてくれる女性もいるわけでしょ。その人人が一いいいたらやまあまあまあ確かにね。ほんで僕もその時言うたのはそのいや言うてもその。 群れをなしてる爺爺ってそんなにいないでしょと。いない。爺爺、うん、は群れなさない。何人もそのね <laughs>、うん、後輩連れて、うん、もう八十何歳の爺爺が七十爺爺と失礼な七十 <laughs> 後半のおじいちゃん連れて行くぞっていうのはそんなないから。ないない。それぞれだからいいんじゃないの、うん、みたいなことも言ったんですけど、うん、うんうん、まあそうですね。うん。 あの本当に群れることないです。うん、あ複数集まるのは山歩きするときだけ。あそうかじいさんたち、駅のコンコースにみんなまいますね。元気そうですよね。うん、元気やな、うん、思います。元気な方々ですけどね。うん、やっぱりそういうことがあるから、うん、そのジム行ったりだからなんか生きる なんかパワーというか、いやもらえますね。なんかそのエロンもその四六時中。いや、仕事言うっていう意味じゃなくて、こういうことが実は密かにあるかどうか。月二回の、その姫事のために、普段から。この月に二回の姫事は。天が与えてくれたチャンスなんですよ。で、このね、チャンスをね、無にしてしまうのと、丹田に丹田を重ねて。 身を結ぶのとはもうだからもう小雨小雨さんい小雨小雨さんとそのパートナーの方はそのために一生懸命鍛錬をしたわけですから誰に何言われることもないしエロじゃないんですこうなるとこれをその時も話したんです楽屋でその酔わんたら楽屋でそんな話してるんだ 意外と真面目やったんですよ真面目にねそういうことについて、うん、この年齢になった時に、はい、バリバリそう今我々が「うわすごいね」って言ってる方々、うん、同じ年代の方にはどう思われんねやろうと<ー>その我々は「うわすごいなその年になってもそうのすごいな」って思うけど、うん、同世代から、はい、まだ言うとんでそんなこと。はいはいはい とかかってなならへんのそれは答えは出たんその楽屋話でいやどうなんだろうってそれはお答えさせていただきます一番近いんでね僕は年齢的にそれで「まだな70過ぎてなあんなことやっとんねドラマうって言ってる人間はひがみですひがみはい自分にチャンスがもうほぼないっていうのは分かってるから言うんですこれは年齢じゃなくて若くしてもそうやって言ってる人間はひがみだし例えば 不倫とか言ってあの週刊誌に取り上げられてするじゃないですか、うん、怒るじゃないですか、うん、あれ怒ってるのは、うん、もうチャンスがないから悲願出るですそうなんや、はい、それはじゃあもうバリバリの方がかっこえい,いということですねかっこいいかどうかは分からへんけど、うん、その 少なくとも機会は、天が与えてくれてるわけですね。それが降りてこない人は、その日が見ますよ。その次の日に降りてきてみ、絶対そんな他人さんのこと言わへんって。その人は、確かに。自分も頑張ろうとかと思うはずなんですチャンスがないから、そのチャンスをもぎ取りに行かへんから、そうなる。だ、そういう爺さんにはならんとこと思ってるんですよ。 ひがん出るだけの人生チャンスないでチャンスないねんけどひょっとしたら明日チャンス降りてくるかもわかる確かにね僕はそのためにね黒にんにくはいい情報でした黒にんにくと栄養剤と道の駅でこうだよ黒にんにく食べてないね道の駅でよう売ってますよねよや売ってるんです冷蔵庫に入れたまんまやわあ今日食べよう一日1個食べよう黒にんにく黒にんにく食べよう いいことは全部真似するよ、僕は。えー、えー。ええ。じゃあ、私は頑張って、思考。そこはとして。思考踏んで。思考踏んでも。たぶん家族思考踏んで。古川さんが思考踏んでたら、家族は。体調をね、管理のためにやってんねんなっていう。なね。<laughs> まさかその鍛錬とは思わへんでしょうね、家族は。そう、思えへんね。思わないですよ。ね。うみんな聞かれたらもう終わりですけどね。この番組ね。だ、みんな頑張ってやろうよ。ね。女性は思考を踏め。股関節を柔らかくしよう。男性は黒にんクを食べ、動画を見て。イメージトレーニングもする。イメトレね。はい。これやな。これや。すごい。鍛錬。 嬉しいなでまあ最後に行為についてはまたのおに書きますとわざわざ今回は鍛錬編鍛錬編ちょっとずつ小出しにして貼りますねすごいね興味深いな興味深い勉強になりますね勉強なるね嬉しいね意外と基本的なことやったっていうのはねそうやねとっぴなことをしてるわけじゃないですよねやっぱ基本は大事ですね みんな基本に立ち返って足腰ね、うん、足腰足腰を鍛えるニンニクニンニクを食べる、うん、まだわからない明日、うん、明日何が待っているか夢見て頑張りましょうね、はい、今日のところは以上です、はい、山本社交クラブでした <laughs> ピカイチカチカン調査これどやねん奈良の方です五十五歳の不器用者さんのどやねんですはい 子供も大人も大好きなポッキーやプリッツ。うん、食べるとき一度に何本持ちますか。うん、A. 一本。B. 二本とか三本。うん、C. それ以上。僕はビールやウイスキーのお供に食べますが、口の中がいっぱいにならないと食べた気がしないので、二三本一度に食べます。一本ずつ食べるのは A. 二三本は B.。それ以上は C.。はい、わかりました。 決まりましたか、先生。悩んでる。もうちょっと悩む？いや、もう行きましょう。いいですか？もう決まりました。せーの B あれ本か。そりゃそうですよね。二本やね。二本ですね。二本。そう。いや、一本やと、まああの食べ始め一からかもしれないですけど、最初の一本だけね。一本うん。 ポテトそ初一枚だんだそう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 。でそる後だんだん増えてってねそう確かに口の中がいっぱいになってほしいっていうのありますもんねでもう3本4本とかになってくるとちょっと多すぎて多い多いんです確かに多い確かに2本やなそうですねちょうどいいねその量がずつ食べていくねだからといってその1本を太くされたら違うんですよねねそうですあ太さね

をこう食べる方が、食感的にも僕は好きですけどね。一、うん、本太いので、コポンとこう、おるよりかは。はい、そうですね、うん。パクパクってこうなる方が。だからやっぱり従来の太さが、ちょうどいよ、うん、くて。まあ、<ー>そうですよね。日本食べるのが、やっぱりいいんじゃない、うん。めちゃめちゃ、大人が考えたと思うんですよ。あの太さ。<ー>はいはい。うん、その発売する初期ね。はい。はいうん、だから、やっぱ、あれがベストなんでしょ でイレギュラーでちょっと太したり細したりするけど結局やっぱ戻るよそこにで日本やレギュラーサイズを日本ずつ片手に2本片手に2本どうするの両手で変わり番号じゃないですかそんな楽しみますかそんなことはしないですねめちゃめちゃ楽しんでるやんって言われますよどうするの右と左で持って顔交互に交互にで四股踏んでうわーいて 大事やな。楽しんでるで。見てみたいな。両方で一本ずつ食べながら思考むふんでる姿っていうののいろんな味があるじゃないですか。ポッキーとか。何が好き？ああ、僕結構ねアーモンドポッキー好きです。ああ、それおいしい。茶色いやつな。忘れてた。それおいしいやつや。いや忘れてたって別の答え言ったら寝ちゃうよ。あついてないやつねアーモンドの粉が。

毎日毎日そんな孫とゆっくり過ごせられへんで <laughs> はい、えー、今日もどうもお疲れ様でした <laughs> 孫がどうしたって毎日毎日孫とゆっくり過ごせられへんで <laughs> だってそんな スタート押してると思ライカンできたこ <laughs> 俺も孫できて「可愛いな可愛いな」って言ってんのにやな <laughs> そんなこと思ってんのかって言われて段を聞いてからな全段は録音してへんから <laughs> もうひどいじいちゃんやないかいやホントさっきの話じゃないですけどオンエアの最後の方にちらっとくれた、ええ、そのね、うん 7080でもまだ現役バリバリの人が同世代からどう思われんねやろうと、はい、で「いやまだ言うとんか」って言われるかもしれん<お>いやそういうやつはひがみやってなってましたけどひがみや,いやほんまにどうなんやろうなっていうのは今もっぺん言ってたんです人間の欲ってのはの食欲とか、まあ、色々ありますよね、はい、性欲っていうものがなくなるってことはないと思うんですよそれがその世代になった時に、ええ いやそんなことよりも、なんかこう、孫の顔見てとか、はい、なんかすごい趣味なのか、奥さんとゆっくり過ごすこと、穏、えーや,ね、やかなことが、えー、もしかしたら理想とされてて、うんうん、その時に、まだ何や、地域こっち行きしてるじいさんは、えー、おいおい、えっと。 いやあのそれに対する回答もありますそれは腹なってるけど <laughs> これは、まあ、例えば10年かかったらそんだけの日数を過ごすわけですよ、うん、穏やかに過ごしたいですよ、うん、若いうちにいろいろあった人なんか特に、うん、でも穏やかに3650日過ごせますいや、何にも事件がなければねそうですけど、うん、その間に「おっ!」っていう人と出会ったら。うん で向こうもまんざるではないよってなった時に俺はもたげてくるわけですよなるなはい風呂入ったら電話しようって思ってたら毎日楽しいってことですかね楽しいですよこれ張り合いにもなるんですかねそうか欲張って孫の顔を見てでなんや奥さんとなんやいろんな景色見に旅行行ってでたまに彼女がいてうん 最高でししょょううね最最高高でですよ物分かりのいい彼女相手ね、うんうん、はいはいいいじゃないですかで <laughs> 例えばこれが若かったら別に普通でしょう、うん、そういうことって、うん、だんだんそういうチャンスはこう少なくなってきてるはずなんですよで、うんねまあ、世間的に一般的に例えば70歳超えた人からそんなお便りもらってええー、と思うってことは、うん、もう70になったらもうないって に等しいのにあんねやっていうことですこれ自分でこうしてるだけでわかんないんですよどうなるかまたこうなるかもしれないですよこうなるあこうこういう感じかなその楽しみ絶対あるんですよって信じたいですねだってつまんないもん いや僕は孫と過ごしてる時は絶対楽しいと思うんですよ毎日孫となんか過ごしられたいなそっからそっから回したからこれ何やなだから困った時は困ったなどうしようかなまあいろんなケースがあると思います楽しんでくださいねえ まあこの話の続きはまた来週しましょうかねえちょっと本当先輩方にいろいろ聞きたいな<ー>聞きたいですね,ね勉強なるわえ教えてくれそうですねいろい聞いたらね、うんえー、はい以上です以上です <laughs> もうスイッチ切ってもらえます <laughs> <laughs> これ以上い<や>ははははははは